って最近松岡くんに 4.15 だっけ、称号をもらって、松岡くんにはね、あの5段階評価があるの。ここ何その学校の通信簿みたいな、大変失礼なことなんだけど、本当だよ。そう、あの心の距離的なものがあるらしくて、結構ねラジオをやってから、あの結構ね近くなった、だから今なんか今後もし何のことかよく分かんないかもだけど、空白をやるとなったら、もっとねこうなんか相性がね良くなってると思うんだ。いいね、だからまたやりたいね。ですね。ねえねえ、私なんて何？ちょっと私なゼロということで、この登録で、最後にまでに上げていっていけるかな。私多分マイナスになって終わると思うけど。なんかでも二人がその空白だと。お兄ちゃんと妹なのが、この子を仲の人だとお姉ちゃんと弟みたいな感覚なのが、またちょっとこう面白いなと思って、今日はだから親戚のおばちゃんの感覚で来てます。いやいや、ゆかちゃんが一番年下だからね。そうだよ。あ、でも僕井口さんだったら 2.1 ですよ。 2.1 全然嬉しくないからね。全然嬉しくないから。いやでもそれでも高いと思う。本当に、半分にもいってないよ。最低 1.7 ですから。あ、本当に。あ、そうか。じゃあもっと仲良くなれそうだね。よし、すぐ。そうだね、ゆか。じゃあもう早速もうコーナーに行っちゃおうかな。今回ですね、3人でこの後コーナーに挑戦していきたいと思います。はい。